みなさんこんにちは、翔吾です。今回は埼玉テニス選手権の、3回戦になりますね。山梨で、石井コーチに教えてもらったアドバイスをちょっと、昨日まで山梨に行ったんですけど、すぐに本番で実行してみたいなと思います。やっぱりこう現状維持は成長にはつながらない年なので、負けられない試合なんですけども、やっぱりどうしても負けることになったとしても、ちょっとどうしても自分では改善したいポイントになるので、アドバイスを早速やっていきたいなと思います。Oh! Oh! Oh!
ありがとうございました。結果勝つことができました。で、勝つことができたので、明日、22日ですね、朝9時から大宮第二公園でいよいよ4回戦の方が、スタートしますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。足運んでいただいた際には試合終わった後、できる限りのことはさせていただこうと思いますので、
気軽に声をかけていただきたいなと思います。で明日の相手結構強いので、この課題に取り組みつつも勝利をもぎ取れるように頑張りたいと思いますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。